そうですね。スカーレットネクサス、スカーレットとネクサスの2つの単語からなってますけど、スカーレットはこの赤いとか紅のという意味ですね。で、ネクサスは、つながりとか連鎖を意味する単語になっています。今回このスカーレットネクサスの、画面とかキーアートとかでもこの赤い線でつながれている表現っていうのが非常に出てきますけれども、これがこのゲームの中でもですね、非常に重要な意味を持ってくるんですよね。そうですね。多分ゲームシステム公開されますよね。超能力をその仲間から借り受けるときに、赤いケーブルが背中にぶっ刺さって、それでその自分仲間の超能力を使うというところが、そのゲームとして大きな特徴になってますね。あと、今赤い線と言葉出ましたけど、今回その主題歌オーラルさんの、そのドリームインドレイブも、その赤い線という言葉がキーワードですごく特徴的に使われております。スカーレットネクサスっていう赤い絆という呼び方もしてるんですけど、もう我々が作り始めた時から絆という言葉はどのような形な、いろいろな形でアピールしていきたいという話はずっとありました。なので赤い線だとか仲間同士がつながる線だとか、そういう形で表現したりしてました。